石川さん、石川です、元々そうなんです、はい、じゃあカンパチさん、カンパチです、ね、あの吉川さんってあるじゃないですか、吉川さんです、吉川さんもカンパチ系です、カンパチ系です、はい、まあ兄弟ですね、元々は前は全然カンパチですから、はい、そこから関係者です、ちょうど30年前その代償がちょっと来ちゃってね、なんか体調を崩される、お椀でございます。本日は島根の甘鯛と岩手の松茸でございます。失礼します。日本海の白い感ですね。上は塩は炭塩の柚子ですね、柚子塩で、はい、今福岡なんですか。そうです。これシャリ違いますか。違います。最初は赤で今は白です。そうです、いいですね、柔らかく煮ないで多少タコの食感残して
今、あんまりやんないですね。今やんないですね。昔はリングやったんですけどね。今みんな柔らかくて桜にしちゃって、どっちかで柔らかいのですか、ね、だからあえてこのぐらいの食感にして、結構タコって難しいですよね。そうですよね。タコ食べてる感そうですね。あんまり硬すぎて。もう結構期間空いたんですか。1年半ちょっとぐらいですかね。まあそれからだいぶ強くなってきて、でまあ、そうそう動いてきたので、ちょっとまた始めよう。失礼ですか、いくつですか、ね、私、63ですか。すごい。63歳で、あなたが銀座で始めるってないですよ。すごいですよ。普通サラリーマンだと定年じゃないですか。そろそろ、なんか違うことやろうそうですよね。銀座でまたスタートってすげえできないの。初心者できないんですよ。つぶって美味しいですよ。美味しいです。甘みもある。甘みあります。味が濃いですね、はい、でかいんですか。かなりでかいサイズ。北海道直送のもので、今、八角、はい、ちょっと今仕込みますので、ちょっと味あると思います。つまみなんかでもいつもわさび食べてるのに、たまにからしに変えるとまたおさびさんがついちゃう。これは今できる人いないですよ。なかった。どうなんでしょう。いや、やんないです今。やんないですか。出前とかやんない限りそれやんない。今若い子の職員できないですよ。逆にね、出前とかね。そうです。すごいな、いいっすよね、これね。いや、いいですよ、これ包丁の勉強今、ね、はい、目で食わすってすごい、はい、昔はみんなやってたから、やっぱりね、当たり前だったみたいですかね。逆にできないと頭がギザギザしてるやつはたまにあそれぐらいしか見ない。そうですね。こちら先ほどおろした八角です。八角、はい、って、はい、鮮度が大事なんですね。大事ですよ。もうでも今、時代向かって流通がすごいいいので、さあもうすぐこっち行きます。昔だって一昔前でしたけど、今はもう結構流通が上になったので、すぐ鮮度いいのでお楽しみください。はい、あんまり寝かしてもうまくならないんですか。そうですね。もともとやっぱり足の速い茶碗ですから、油がすごく多いんですよ。みずみずしい、結構油あるんですよ。ありますね。でもちゃんと香りもありますね。美味しいですね。あります。美味しいですね。トロっぽい、身としての味がそんなに。はい、こちら焼き物ですね。本日は銀座の最強味噌漬け焼きとなっております。味はお味はついてますね。そのままお召し上がりください。とても脂が乗って美味しいので、はい、お楽しみください。うまい。美味しいですか。漏れちゃった。
ミニ水分量が多いんで西京焼きにしてもパサつかないんですよ。いいですね。いやこれといいですよ。ナンバー6の X なんか3がちょうどいいです。甘さとこれはもううちの詳しいものがやってるんで、うん、お料理に合うお酒を。信州の丸茄子、山形の天然の舞茸、あと京都の万願寺唐辛子と、こちら大黒しめじですね。先ほど親方の方から説明ありました、総合味覚全米さんのものになりますので、こちらを絞って、あと雪塩をつけてお召し上がりください。この色びっくりしますよね。そうですね、カモスメンジ。チョコの方がくたに焼きになっています。くたに焼き、はい、金沢の方ですね。そば食いたくなりました。そばもは直で仕入れてる。そうです、これもあの昨日届いたばかり、はい、結構直多いんですね。そうです、そうですね、やっぱりいいものを、まあ、ほら安定してない場合もあるけど、やっぱりなるべく直でっていいものっていう感じで、うん、北海道も今回やってみたんですけど、まだオープンして間もないので、いろんなことをちょっと、まあ、ちょっと長くやってたので。だって産直で買おうって言っても多分つながりがないと買えないと思うんですよね。そうですね、やっぱりまあ彼なんかもちょっと変わるんで、結局は人ですよ。人ですね、うん、それですね、はい、なんか新店だけど老舗店みたいな年だけ取ってた。まあ小川なんですけど、これはね、東京の小川カンパニー、これ小川カンパニーじゃないですか。東京には来てないんです。女の子さんに行って、まあ、うん、
好みによって半玉にしたり、余すとか旨味がある。旨味は絶対に入れたら落ち込むと、あのエビカニもそうです。まあね、パフォーマンス的にはだって食べてもいいし、味的にか、やっと今やってます。美味しいですね。かんぴょうもコースに入ってるんですか。かんぴょう入ってます。いやー、ありがとう。いやね、もうのお味噌汁ですね。こちら魚のアラをアラで取った出汁を使わせていただきます。丁寧にあの結構じっくりと魚の出汁が出るので。私も30年以上ってことは、そっと寿司業界変わったのをもうご覧になられちゃうんですよね。変わったのはやっぱりウニとマグロ。ウニとマグロ。もう値段が全然上がった。特にウニ。ウニなんて異常です。それだけ今新しいのがマグロとウニも結構こだわってるんですが、そういうのですね。結局もうダメです。こっちが築地豊洲で一番いいウニを取ったとか買ったとかっていうそういうなっちゃってるから、どっかで聞いたよ。あとは僕なんか若い人がみんな店に特色があるのが多かったですね。ここの店は小肌の店舗行ったら、ここはマグロの店舗。今あんまりそういうのが
なくなってきちゃった、全然ないですよ、ないだから、あそこの寿司屋に行ってその味を覚えるとかね、あで、食べに行ったり、自家製はもう1年ぐらい仕様に入っちゃったりね、うん、そっかこの人の握りみたいな、そうそう、ありますよね、ある部分がまた少しちょっとこの変換期に来てるかもしれないですね。ちょっと前までも寿司ブームでしたけど、ね、だんだん今もう落ち着いてきてます。でお客さんももうそうそうそういうのにちょっと飽きてくる部分もあるかもしれない。はい、失礼します。それで以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何をストレートな寿司食べたなと思って、まあ今の時代にちょっとどうなのかなと思うんだけどね。美味しかったですね。あ、そうですか。残すべきですね。赤い人に食べてもらいたいね。そうなんですよね。でもね、まあ変な値段設定がちょっと、はい、人間にしてはいいから若い人結構多いんですよ。あ、でも昔見たよ、そうです、30代。いやいや、そういう人間ですね。こういう大将がやってきたことの文化があって今の寿司があるわけじゃないですか。そう言ってもらうと嬉しいですね。それを知ってもらうすごくいい、失礼いたします。難しいね、ちょっとやりすぎじゃないですか。もっと上げてもいいですね、金額。本日水菓子になります。2種類のブドウを使った水菓子になっております。下の層の方が山梨県産の巨峰、上の層の方が長野県産のシャインマスカットの水花火というものになります。花火の方が表現でカチカチしているものなんですけど、こちらのブドウ糖とか酒石さんを使って、三作家族っていうのものを作ってまして、昔なんかドンパチとかカチとか、はい、あちらちょっと順番多いですね。こちらちょっと順内のもので作られているものなんです。泣いてますね。いや、美味しかったな。やっぱり次の世代にやっぱり寿司の文化っていうのはある程度分かってもらえないと、全てが全てね、変えればいいっていうのはないですか。そうなんですよ。そうなんですよ。多分若い子は昔の文化知らないでしょうし、ね、あとはやっぱりその作り手の職人のような気持ちというの、うん、職人のプライドですね。それが今ないですね。なるほど。まあ表向きはすごくありそうに見えるけど実際的にはないです。まあ全部は全部ないですよね、もちろん。寿司を商売にするか、商売の寿司にするか。本当そうですね。職人じゃなくてもお店ができちゃう時代っていうのがある程度のそれがあるんですよね。不思議な時代ですよね。それが悪いっていうわけないですよね。悪いわけじゃないんですけど、でもそれを作り手が分かってるのと分かってないのと全然違いますからね。いや、なんか貴重なお店です。今オープンすることに意味があるんじゃないですか。しかも銀座のこんなところに。そうなんですよ、そうなんですよ。おめでとうございました。ありがとうございます。すごい経験になります。とんでもございません。Thank you.